はい、今日はこちらです。まあ、松田のレミオになってるけどね。中の人をです。今日はこちらでね、もう一台あったんだけど、もうちょっと程度のいいやつをちょっと見つけたんで、まあ紹介したいなと思うんだけど、こっちも結構ブラックブラウンっていうかな、そんな感じのね、暖色っていうかな、そんな感じかな。見た感じとしてはすごくいいし、うん、結構輝いてるよね。そんな感じはしたんだけど、うん、地図はそんなになかったな。でもね、まあ後からナンバー取らなきゃいけないかなって感じはしたんだけど、うん、これはこれで悪くないな、そんな印象。それは言える。地図がポツポツあるな。そんなもんか。まあ年式としてはこっち69万だとしたら、こんなところだったかなと言えるんですけどね。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録気に入っていただけたらお願いいたします。この動画はまだ続きますよ、見ていってくださいね。状態はそんなに悪くないかな、うん、これは飛び跳ねかな、うん、ボンネットのあれ傷がポツポツあるな。そんなもんか。としてはこっち69万だとしたら。